ツーアウト一塁二塁。ここでベテラン山本がタックでセンター前へ弾き返します。ダイエー6対5と1点勝ち越し。指名打者の山本、ここはきっちり打ち上げます。このセンターフライが犠牲フライとなりまして、ダイエーついに5対5の同点となります。代打を出すんですよね。はい、もう大勝負でした。ピッチした山本、ここで真ん中ホールかなっていう感じがしました。僕は、まあ、それにしてもね、山本の方は気合が入ったいいホームランでしたよね。第1号スリーランです。山本ご覧のあたり、門田が打ったのと同じようなところに、まあ、ほとんど真ん中に近いですけども、はい、ここは田淵監督がね、代打に思い切って山本を使って勝負に出た。そして田淵監督が早々に動いて藤本に代えて山本を起用しましたよ ね、 思い切ってね。この作戦はですね、元原が頑張ってる、なんとかね点をやりたいというね、そういうこう作戦なんですね。山本満塁にはめっぽう自信を持っています。勝ち越し点が大栄に入ります。さらに1点では村田じゃちょっと厳しいかということもありまして、2点目を取りに行きます。ピンチヒッター山本、これもライト前に抜けました。この回は代打構成で小川も、その裏の大栄、この回先頭の山本センターへ、大栄ノーアウトのランナーが出ます。続く藤本。